平野紫洋ファンのセクハラまがい質問に非難、アイドルがネット上の複雑な反応に対応。2023年10月9日、ジャニーズ事務所のアイドルグループ、キングプリンス、元メンバーである平野紫洋さんが、自身のインスタグラムのストーリーズを通じてファンから寄せられた質問に回答しました。その中で、胸と尻どちらが好きか。 という質問に答えたことから、ネット上で複雑な反応が広がっています。本記事では、この出来事について詳しく掘り下げ、アイドルとファンの関係、そしてセクハラまがいの質問に対する反応に焦点を当てます。平野紫耀の回答に対するファンの反応。平野紫耀さんは、ファンからの質問に次々と回答していく中で、お胸かお尻どちらが好き との質問を受けこういうのって答えていいの小一用ありますけど M なんかショック受ける方もいそうだけど人間ですからあるよ M、と回答しました。その後も関連する質問に答え、ファンとのやりとりを続けました。一方、このやりとりを見た一部の人々からは、平野志洋さんに対する非難の声も上がりました。 特に、セクハラまがいの質問を送ったファンに対して批判的な意見が広がりました。ツイッターなどのソーシャルメディアプラットフォームでは、平野仕様のストーリー見て引いたわ、みんな胸とか尻について聞いていて困難セクハラじゃねえか、といった声が相次いで投稿されました。 また、一部のファンからは、平野紫耀さんがファンからの質問に対してより好みせず、すべてに答える姿勢に対しても批判的な意見が現れました。綺麗な質問ばかりしか答えないのもサイボーグみたいでなんか、嫌といったコメントが見受けられました。平野紫耀のコメントに対する本人の反応。 こうした非難の声に対して、平野紫耀さんはインスタグラムを通じて次のようにコメントしました。彼はファンからの質問を選ぶ姿勢について言及し、俺は全然大丈夫だよ。もしあなたが質問したものを俺が答えてあなたのところが言われちゃってるなら俺が選んで答えてるんだから俺に言うべきだよね。と述べました。 さらに、彼は反動詞の対立を望んでいないことを強調し、でも反動詞とかでいい愛になるのも俺は嫌だなとコメントしました。また、彼は綺麗な質問だけを選ぶ姿勢についても言及し、ただ本当に綺麗な質問ばかりしか答えないのもサイボーグみたいでなんか嫌なんだよね。性格的なところももちろんあるからさ、と述べました。 さらに、平野耀さんはファンからの意見を尊重し、もしみんながこれは嫌だって奴があったら言った、言うならちゃんとした理由をつけて納得できるものだけ言ってね受け付けないのはただの悪口賞、とコメントしました。特に、下ネタについての質問に対しては、下ネタは嫌だ。 理由は、用君が何か言われるのは私が辛いからというファンの声に寄り添うような姿勢を見せました。ファンの反応と討論。この一連の出来事に対するファンの反応は分かれており、賛否両論が存在しています。平野潮さんには、セクハラまがいの質問に答え続ける姿勢に対して批判的な声があります。一部のファンは、 彼がそのような質問に答えることで、セクハラを助長する可能性があると懸念しています。一方で、平野志洋さんはファンの多様な意見を尊重し、ファン同士の対立を避ける姿勢を示しました。彼はファンからの質問に対して率直に答える姿勢を貫き、すべてのファンを受け入れるスタンスを示しています。討論は続いており、 ファン同士やファンとアイドルの関係についての議論がネット上で展開されています。一部のファンはアイドルに対して一切のセクハラまがいの質問を許容すべきでないと主張し、アイドルがそのような質問に答えることを許すべきでないと考えています。一方で別のファンはアイドルとファンとのコミュニケーションが自由であり、 ファンの質問に対して率直に答えることがアイドルの魅力の一部だと主張しています。平野志陽さんがファンからの質問に答える姿勢についての論争は続いており、セクハラまがいの質問に対する批判的な意見と、ファンとアイドルのコミュニケーションを重要視する意見が交錯しています。この出来事はアイドルとファンの関係や、 ソーシャルメディアを通じたコミュニケーションの難しさについて考える契機となっています。今後、アイドルとファンのコミュニケーションについての討論が続くでしょう。